国民民主党の玉木雄一郎代表が安定的な皇位継承を先送りにした政府の有識者会議報告書について協議する研究会を設置するようですね。この間立憲民主党も月内からこの報告書に対して国会で議論していくということで記事になっていましたが、国民民主党も参戦をしたようですね。立憲民主党と共産党は女性天皇と女系天皇を容認する立場で、国民民主党は女性天皇は認めて女系は議論する余地があるということで一番まともなんですよね。現在出されているのは旧宮家の男系男子を養子として皇族に復帰させる案と、女性皇族が結婚後も皇族として公務をしてもらうということなんだけども、それじゃあ安定的な皇位継承策にはならないですよね。そもそも話し合っている有識者会議のメンバーが皇室に関して素人が多いですからね。コメンテーターレベルの人が話し合っていますよね。皇位継承の有識者会議をしているわけだから、当然そういったことに関する国民の世論調査とかは見ているはずですよね。そこで女性天皇を容認する国民は 80% を超えているわけだし、愛子さまを天皇にと期待する声も高まっています。その一方で秋篠宮家は年々信用を落としていってますね。次の参議院選挙では皇位継承についての政策を目玉にする政党が出てくると、自民党は議席をだいぶ落とすかもしれませんね。どうせ公明党との連立政権も継続をするでしょうしね。国民民主党はこれまで立憲民主党とかと組んでやっていたからまともな議論ができなかったけども、もう立憲民主党とは距離を置いてるみたいだし、どんどんこういった議論も攻めていってもらいたいですね。立憲民主党や共産党は文句が言いたいだけで政策がゼロだから期待ができませんからね。ちなみに週刊ポストでは小林義則さんと三浦瑠麗さんと倉田真由美さんで次の天皇について話し合っていました。そこで議論されていたのは女性宮家に関してですね。女性宮家と女性皇族が結婚されても皇族として残る違いとしては夫の扱いですね。女性宮家だったら小室圭が皇族になって殿下と呼ばなければいけなくなります。ただ圭顔殿下とは呼べても圭殿下とは呼べないから、女性宮家の議論が途中から方向転換したわけですね。これは小室圭がいなければ女性宮家と旧宮家の男系男子の養子男が通っていたでしょう。女性皇族が結婚しても男性とその子供は一般人扱いになるようです。つまり皇族が減ると公務に支障が出るから、そこしか考えられてない議論のようですね。ちなみに小林義則さんは旧宮家の男系男子という案の方がもっとありえないと思っているようです。70年以上前に皇籍を離脱して突然この人が新しい皇族ですとなれば、国民が納得しないでしょうということです。ちなみに眞子さんと佳子さまは早く皇室から出たいと言ってるわけです。だから女性宮家を創設すると結婚後も皇室に残らなければいけなくなるから、その権利を奪うことにもなるわけです。小林義則さんは女性宮家を作って女性皇族として残るかは自由意志という考えのようです。ちなみに三浦瑠麗さんは小室圭と眞子さんの結婚について法を犯しているわけでもないのに気に入らないというお気持ちだけでバッシングをしてきて、小室圭本人の責任ではないのにという感じでしたね。まあ結婚会見で眞子さんが一般人の金銭トラブルに指示を出していて弁護士まで雇っていたわけだから、憲法違反ですごい問題なんですけどね。ただ愛子天皇については倉田真由美さんと小林義則さんは賛成だったようです。ちゃんとそういう教育を受けてきたし、今の上皇様は次の天皇陛下は愛子様という考えだと近い数字から聞いたと小林義則さんは言っていました。そこでじゃあ悠仁さまはどうなるんですかと倉田さんが言うと、三浦瑠麗さんもそうですよと続いて、悠仁さまは眞子さんや佳子さまと違って次の天皇になるから全然違う教育をされているわけですよと言っていました。そしたら小林義則さんが上皇様と天皇陛下と秋篠様の三者会談で、秋篠様が即位を辞退した上で次は愛子様でという考えで決まっているはずですと言っていました。小林義則さんの話が面白いなと、他にも皇位継承の話をしていないか調べると、バリバリの男系男子を訴えているケント・ギルバードさんと対談をしていました。絶対男系主義のビルという雑誌での対談でケント・ギルバードさんはやはり2600年という男系の高騰を断ち切ることは抵抗があるから旧宮家の男子を復活という考えのようです。戦後 GHQ によって功績を剥奪された11宮家のうち7宮家10家族に100人以上の男系男子がいるようです。ただそれが本当だとしても公務の負担や今後の皇位継承を考えると4宮家は増やす必要があります。これは極めて難しいことでしょうということと、実は自民党でも二階さんや甘利明さんは
女系天皇に容認的な発言をしていて、これは四宮家を連れてくるのが難しいからそういう発言をされているんだろうということです。皇室に入ると自由がなくなって、映画とかも文部科学省推薦の映画ぐらいしか見れないようで、職業選択の自由もないし、人権がほとんど制限されているということで、自由を捨ててまで皇族になろうと思う人がいるとは思えないということでした。実際に武田恒康さんも自分には耐えられないからと言っていたようです。まあ武田恒康さんは女系だから関係はない話なんですけどね。さらに民間人として生きてきたわけだから、皇族になってから過去のことが文春法とかで暴露される可能性もゼロではないということですね。そして女系天皇容認が世論調査でも7割以上あるということを言うと、ケンド・キルバードさんが国民の過半数が女系天皇の意味を知っていますかと言っていました。小林芳則さんはそんなことを言ったら安保法制も同じで集団的自衛権なんて今でもほとんどの人が意味を知らないでしょうと言っていました。小林芳則さんが旧宮家の男系男子を受け入れない理由の一つとしては予算のこととかもあるようです。大勢の皇族を抱えたままでは莫大な税金がかかるという点と、秋篠様も皇族の数はなるべく少ない方がいいと言っているようです。天皇についてケント・ギルバードさんは女性天皇だったら認めてもいいという考えのようです。そこで小林芳則さんも愛子天皇は大関係という考え方のようです。その理由の中で愛子様が皇太子になったら天皇からの妻子の継承ができるということですね。妻子というのは天皇から皇太子への一子相伝だから、皇子の秋篠様には告げないわけです。妻子というのをやめてしまったら天皇の存在意義が失われてしまいます。イギリスには妻子はないけど、日本の天皇は宮中三殿で五穀豊穣と世界平和を祈らなければいけないわけです。これにはケンド・ギルバードさんも納得しているのか、秋篠様が天皇になれば妻子を執り行うことになりますが、なぜ皇太子ではなくて皇子という地位に置いたのでしょうかと質問をしていました。そうすると先ほども述べたように、愛子様が次の天皇にふさわしいと思っているからということで、上皇と天皇と秋篠様の三者会談を重ねる中で合意ができているのではないかということですね。ケント・キルバードさんはそれだったら悠仁様が秋篠様を飛び越えて継承すればいいのではということで、ただ皇嗣典範の改正は必要だけどもということを言っていました。さらに愛子様が皇太子になったら皇位継承順位が変わってしまうし、それは悠仁様の廃嫡にもつながるのではないかという意見もありますと話していました。そうすると小林芳則さんは女性天皇を認めたくない人はそうやって廃嫡という言葉を使いたがるんだけども、廃嫡は旧民法に記された表現で皇位継承とは全く関係ないことで、皇嗣というのは皇位継承者として確定をしたわけではないと論破していました。秋篠様は皇位継承者でもないのにわざわざ立皇嗣の礼をやりましたが、あれがそもそもおかしいということですね。ちなみにこの対談をしているのは2020年の3月ですが、その段階では愛子天皇は認めないけども女性宮家を創設して悠仁様の公務を軽減するという議論に入っていたようです。まあただもしそうなっても悠仁様は男子に恵まれない限りは皇統が女系に移ることは避けられないわけで、時間の問題だと小林芳則さんは指摘をしていました。悠仁様と結婚される相手はすごく大変な環境になるわけです。男子を産まなければまた週刊誌や右派から叩かれます。そんな重圧を喜んで引き受ける女性を見つけるのはかなり難しいと指摘をしていました。確かに言われてみるとそうですよね。もう男系男子が悠仁様しかいなくなるわけだし、男系男子の養子も確約をされたわけではないですからね。週刊誌は皇室の好感度が高まるような記事をいくら載しても売れないし、一般読者はスキャンダルが大好きだということで雅子様が標的になったわけです。それで雅子様が皇后になった途端に絶賛をしだして、右派も週刊誌も手のひら返しをしたようです。つまり女系天皇になっても女性天皇もダメで、男系男子絶対と言ってる人は皇統が断絶した世界で自分で自分の首を絞めていることに気づいてないと指摘をしていました。日本という国は一神教ではなくて原理主義的な考えは根付かなかったし、柔軟性が日本の強みだったということで、逆に絶対男系主義者が一種の原理主義になっていると指摘をしていました。ここでケント・ギルバードさんも小林芳則さんもお互いの意見を尊重しつつ、ケント・ギルバードさんが最後に小林芳則さんに対して忠告をしていました。小林芳則さんは皇室を守るためにこそ女系天皇を容認派ですが、皇室の破壊を企む左翼勢力に利用されないように気をつけてくださいと指摘をしていました。こういう対談も面白いですね。お互いが違う主張だけどもお互いの主張が理解できますからね。まあただ
明智様と天皇陛下と上皇様が三者会談で、次の天皇は愛子天皇という言葉を信じたいですね。さすがに明智様もアル中で、悠仁様も発達障害や難聴とかいろいろと噂されているので、愛子様の天皇をお認めになっているのかもしれませんね。まあ最終的には国会とかで議論をしたりとかして決めるから、僕たちができることは世論の声を届けるために声を上げ続けるしかないですね。あなたは次の天皇は誰がふさわしいと思いますか？皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えておこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。